サンクチュアリは人のためのものではなく、天界と地獄界の争いから逃れるための安息地として創造された。そして皮肉にも永劫の戦いが繰り広げられる地となり果てた。その中でホラドリムという一団が平和を守り続けた。だがかつての栄光は見る影もなくなった。そして今、人類を支配すべくサンクチュアリの創造主たちが帰ってきた。これはその衰亡の物語である。大丈夫。どうも、お願い。はるかさん。ネベスク、この町も見捨てられたか。悪魔どもがあちこちに、闇の中に牙が。山の夕闇、声の人を探す。噛んだぞ。錯乱してるわ、気をつけて。左マウスボタン、インタラクト。山のオズエン、左マウス、何の騒ぎだ。ああ、すごい、何の騒ぎだ。関係ねえだろ。黙って、オズウェン。申し訳ありません、旅の方。大変な時に来てしまいましたね。この狂人が町に入ってきて面倒を起こしたのです。悪魔が廃墟から出てきて、みんな殺される。廃墟、一体何の話だ。説明します。さあ、こちらへ。北の廃墟で悪がうごめいています。あのかわいそうな僧侶がきっと中に入ったんでしょう。大聖堂の僧侶でしょう。
何を見たにせよ、彼のような信者ですら精神に異常をきたしたのです。インタラクト、ここは危ない。外の危険から守ってくれますか。他に逃げ場所はないのです。あの廃墟にうごめく悪は自然に対する冒涜だ。私が正す。本当に、ああ、感謝します。実力のレベル2プラス1、山の夕闇1、クエスト完了。山の夕闇 800HP 80 ゴールド。クエスト進行状況の保存完了。火の加減は良さそうだが、消えてしまうように、うん、もう少し見てみよう。あの、やっと嵐から逃れられる。やっと嵐から逃れられる。ここは何なんだ。やっと嵐から逃れられる。すみません、ちょっと窮屈なんです。洞窟よりマシだろう。バニバニ、左マウスボタン、インタラクト。戻りましたね。バニと話す。儀式のホラー。廃墟は片付いた。町はもう安全だ。本当ですか。はっ、まさに天の使いです。ああ、ごめんなさいね、お渡しするお金がなくて。でも温かいシチューと楽しい時間なら。一杯飲んだらどうだ。シチューの味を洗い流せ。よろしければぜひご一緒に。救世主に。あの地、母の御体を持って、その汝その栄光を見よ。死ぬ前にな。
奴らが来る。もうこの村は終わりだ。起きろ、起きろ。戦って逃げるんだ。そこやっちまいな。光の五加護。ヨセフ、お前は確か小屋にいた巨人だったな。Kyojin is a lunatic madman. Kyojin だと。廃墟から戻った後、異教と共に薬を飲まされた。お前と同じようにな。私は我に帰り脱出した。教会に入ろうとしたが鍵がかかっていて。この邪悪は一体何なんだ。血の花びらか。奴らに食わされたに違いない。なんて冒涜的な儀式だ。どこで習ったのだ。答えは教会にあるかもしれない。鍵がかかっているのには理由があるはず。彼らを率いていたあの女が鍵を持っているかもな。英雄の報酬。左マウスボタン。奇妙な花びら。食わされたものに似ている。左マウスボタン。本物なのか。インタラクト。奇妙な花びら。左マウスボタン。インタラクト。それは何なんだ。嘆かわしい。政府が救いの道を示してくださった、なのにその道を断るごとに踏み外す。先に酔い賭け事もする。欲に溺れ物を盗む。嘆かわしい。罪こそ人の本質。愛しい子、地獄の帝王が世界をむさぼろうと迫っておる。救いは光になく、斧が内に。信仰は心からの望みを認めず否定する。故に斧の囚人となったのだ。鎖を断ち切り、斧が真の姿を知れ。くびきより離れ、美しき罪と共にある。Thank you.
始まりに過ぎぬ。渇きの平原で準備を続けるがよい。真の使命が始まる。救済の祈り。イオセット話す。意識を取り戻したか。よかった。イオセフ。左マウスボット、イオセフ。外に出た覚えはないが。ネベスクで何をしていた。今知りたくないでしょ。町の司祭を探していた。税を納めなくなったので理由を調べに来たのだ。町に近づくと廃墟を闇が取り巻いているのを感じた。調べに行くと司祭の死体や悪魔を見つけたのだ。ネベスクに逃げ込んだが愚かにも飲み食いしてしまった。あとは知っての通りだ。ネベスクで外に出た覚えはないが、中で気を失っていた。闇に飲み込まれたのではと心配していたぞ。お前をここへ連れて行き、この呪われた場所に火をかけた。あそこで何があったんだ。原始を見た。角の生えた悪魔がいた。地獄の帝王が迫り、人類を救えるのは彼女しかいないと言ったのだ。救うだと？彼らを自分の子と呼び、まるで母親のように迎え入れてる。母親だと？そんな、まさか。大聖堂に報告しなくては。東に隠者がいる。信憑性に欠ける男だが、禁じられた知識に詳しい。彼なら役に立つかもしれない。彼を清馬車道の大聖堂に連れて行けば、光の祝福を受けられるだろう。フッ。コスプレイみたいに。せめて一緒に晩飯を食べていけ。腹が減ってる。ずいぶんな話だな。信じたくはないが事実だ。なぜ私はあんな原始を。親切な村人に感謝するんだな。お前はリリスの血を与えられたのだ。悪魔の血。ただの悪魔じゃない。憎悪の巫女にしてサンクチュアリの母だ。大昔に追放されたが、この世界を作ったのは彼女だ。リリスは戻ると予言されていた。狙いは何だ。見当がつかない。英豪の戦いはこれまでずっとサンクチュアリの中で展開されていた。天使と悪魔の戦争だ。だがリリスはどこにも属さず、人間のために何かを計画している。それで私はどうなった。まだ分からん。だがお前とリリスはつながっている。その絆をどうするつもりだ。利用して奴の狙いを突き止める。よし、では一連卓章だ。今のうちに休んでおけ。後に清馬車道へ向かう。リリスを食い止められなければこの世は終わりだ。リリスの邪悪が蔓延しているな。
こんなものを見ることになると。ハセオット。と、頑丈なハセオットのレディース。マジックズボン。アイテムパワー。ドラス、ドラス。この像は何だ？天使イナリウス。光の聖堂が政府を語るのを聞いたことがあるだろう。彼は実在する。地上に舞い降りた天使だ。リリスがここにいることを知れば血が流れるだろう。古代から敵対している。我々が止めない限り彼らは全世界をも巻き込む。はい、分かった。通過儀で長い場ドラスと共に清馬車に向かう。この先にある。嵐の一撃。待て。がさらに2体の敵に連鎖する。強化は1つだけ選択できます。右回このエリアでは実行できません。ロラスどういうことだ。キヨバシャドに入るには浄化の儀式を行わなければならない。意味のないしきたりだが、それで安心する人もいる。なんだと。いいから通してやりな。ロラスに何年も儀式をやらせようとしたけど一向に聞いてくれない。あ、はい。でも君は残るんだ。中でまた会おう。ここらから神聖なる杉を取ってきて、それに自らを悩ます罪を刻み込むんだ。聖なる杉の銘板。そしてそれを火鉢に投げ入れるんだ。気に満身と刻む。火が薪を燃やすように。満身。通過儀で聖なる杉の銘一気に怒りと刻む。怒り。私は pride。怒りは anger。聖なる杉の銘に気に恐怖と刻む。恐怖です。fear。恐怖。聖なる杉の銘に気に強欲と刻む。強欲。聖なる杉の銘に何も刻まず気に落書きをする。こんなのは時間の無駄だ。何か言ったか。聖なる杉の銘板。左マウスボタン。インタラクト。若い衛兵。終わったぞ。結構。肩から重荷を下ろしたような気分だろう。ようこそ、清馬シャドへ。二人するクエストです。その目標に何を。失われオスカー。旧社長。どうせ何も書かなかった。左マウスボタン。インタラクト。まあ、馬だと。大して変わらないこと。どこかに行くつもりか。原始に出てきた。青ざめた男を探しに乾きの平原へ向かう。奴がどう絡んでいるのか調べる必要がある。だがその前にあるものを取ってきてほしい。町の中心部にいる商人が持っている。私に頼まれたと伝えてくれ。イナリウスについてを教えてくれ。リリスの帰還は予言されていたのか。村人たちはあの廃墟で何をしていたんだ。リリットジル。割れた歪みを曲がった背中。濁った瞳。オスカー。かわいそうに。キュッカリの使者。ショック。馬鎧。信仰の飾り馬衣。トロフィー。アシャバの叫び。ディアブロ4を終了しますか。はい。